世界大会での活躍が見込める佐賀のアスリートを県が認定し、活動費を支援する SSP トップアスリートに武雄市出身柔道60キロ級の近藤隼人選手が選ばれました。新たに SSP トップアスリートに認定されたのは、柔道60キロ級で活躍する武雄市出身の近藤隼人選手です。近藤選手は佐賀工業高校を卒業し、現在国士舘大学の3年生。去年アゼルバイジャンで開催された国際大会で3位になりました。パリオリンピックへの出場権を獲得するには、12月に東京で行われるグランドスラムで結果を残せるかがポイントです。パリオリンピックで出場して、夢、自分の夢である金メダルを、オリンピックで金メダルを取ることを成し遂げて、その佐賀県民に感動を与えたいなって。 SSP トップアスリートは近藤選手も含め現在14人が認定されていて、県から年間150万円の活動費が助成されます。